ガラガラヘビ属は、ユーロコモク、鎖ヘビ科に属する属、有毒である、マムシアカノモシキ属、日本における特定動物。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸最大種は、東大アガラガラヘビで、最大全長240センチメートル。尾の先端に脱皮角が積み重なり、古くなると抜け落ちる。毒は主に出血毒だが、 一部の強毒種は非常に強い神経毒を持つ。草原、森林、砂漠等の様々な環境に生息する。危険を感じると脱皮核の積み重なった尾を激しく震わせて音を出し威嚇する。尾が赤ちゃんをあやすガラガラのように見え、音を立てることが和名や英名の由来。植生は動物食で爬虫類、鳥類、小型哺乳類等を食べる。 天敵は大型のトカゲやワシ、キングヘビ等。ただし生態が襲われることはほとんどない。繁殖形態は卵体制で幼ヘビを生む。アメリカ海軍国籍機、ガズデンバタ、北米を代表する毒蛇として恐れられているが、開発による生息地の破壊や毒蛇としての捕獲や駆除等により生息数が減少している種もいる。 アメリカ海軍の軍艦機は、ガラガラヘビの元に、ドントトレッド ONME と書かれた、通称、ファーストネイビージャックを採用している。民間用でも、ガズデン型と呼ばれる、これとよく似たガラガラヘビをあしらった旗が用いられている。また同じく、アメリカ軍は、横ばいガラガラヘビにちなんで名付けられた、空対空ミサイル、サイドワインダーを配備している。ありがとうございます。